ウォンジョンよも絶賛。平野翔の涙袋に隠された魅力を徹底解剖。平野翔の食べても太らない体質の秘密に迫る。平野翔の音楽に隠されたメッセージとは。平野翔はアイドルとしての輝かしいキャリアに加え、その個性的なファッションセンスや肉体美でも注目を浴びています。彼のスタイルはシンプルながらも洗練されており、日常的なアイテムでさえも、 彼の手にかかれば特別なものに見えてしまうほどの魅力があります。平野がルイ・ヴィトンのバッグを持ち、白い T シャツとネイビーのパンツというシンプルなコーディネートを披露したとき、ファンはその魅力に釘付け気になりました。さらに、カニのモチーフのチャームがついたバッグを手に持ち、V サインを見せる彼の姿は、まるで雑誌の1ページから飛び出してきたような完璧さでした。これだけのシンプルな装いであっても、彼の存在感が際立つ理由は、 彼自身が持つ内面的な輝きが外見に反映されているからに他なりません。しかし、平野の魅力は外見だけではありません。彼の体質についても多くのファンが驚きを隠せません。特に、食べても太らない体質は、彼をさらに神秘的な存在にしています。あるインタビューで、彼は最近の食生活について語り、夜の食事量を増やしたことを明かしました。通常であれば、 これだけ食べると体重が増えるのが普通ですが、平野はむしろその逆で、体がさらに引き締まっているように見えます。これにより、ファンの間では、平野は一体どんな体質をしているのか、という疑問が巻き起こり、彼の身体がまるで別次元にあるかのような印象を与えています。彼が体質について語ったことに加え、メイクアップアーティストのオンジョンヨシが手がけた彼の新しい CM では、彼の顔立ちが際立っています。 特に右目の下にある涙ぼくろうは彼の表情に深みを与え、多くのファンから天才的と称賛されています。この涙ぼくろうは単なる特徴ではなく、彼の感情表現をより豊かにし、見る者に深い印象を与える要素として機能しています。ウォンジョンヨシも平野の顔立ちが美しく、予定されていたメイク時間の半分しかかからなかったと語っています。これは 彼が元踊り持っている美しさがいかに際立っているかを示すエピソードです。平野翔の魅力は彼の見た目や体質だけにとどまりません。彼の内面から放たれる人間的な魅力も大きな要素です。彼がファンやスタッフと一緒に食事を楽しむエピソードからも分かるように、彼は非常にオープンでフレンドリーな性格の持ち主です。ステーキを大量に食べるというエピソードも、彼の活力あふれる一面を垣間見ることができます。 このようなエピソードは、彼が単なるアイドルではなく、人間味ふれる存在であることを感じさせます。また、彼のファッションや外見に対するこだわりは、彼自身のアイデンティティを表現する重要な手段でもあります。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップや、ウォン・ジョン・ヨシとのコラボレーションは、彼のスタイルがただの流行を追いかけるものでなく、彼自身の個性や価値観を体現していることを示しています。彼のファッションは、 彼自身の内面と外見が一致しているからこそ、多くの人々に影響を与える力を持っているのです。さらに、彼が持つ、常人離れした、代謝についても多くの関心が寄せられています。彼がどれほど食べても太らないという体質は、多くの人々にとっては羨ましい限りですが、同時にそれがどのように彼のパフォーマンスに影響を与えているのかという点でも興味深いです。彼は、 筋トレをしなくても自然に筋肉がつくと語っていますが、これは彼の身体が常に高いレベルで機能している証拠かもしれません。このような体質が、彼の活力やエネルギッシュなパフォーマンスを支えているのかもしれません。このように、平野翔はその見た目や体質、そして内面の魅力に至るまで、非常に多面的な存在です。彼のファッションや外見に対するこだわりは、単なる流行を追いかけるものでなく、 彼自身の個性や価値観を体現していることを示しています。また、彼の食生活や体質についてのエピソードは、彼がただのアイドルではなく、神秘的な魅力を持つ存在であることを感じさせます。このようなエピソードや特徴を通じて、平野翔の魅力はさらに深まり、ファンとの絆を強化しています。彼の活動が広がり続ける中で、平野翔の影響力は日本国内にとどまらず、 海外でも増大しています。特にアジア圏では、彼のファッションや音楽がトレンドセッターとして注目を集めており、その存在感はますます大きくなっています。彼がルイ・ヴィトンやウォン・ジョン・ヨシとのコラボレーションを通じて示したファッションセンスは、国境を越えて多くの人々に影響を与えています。これにより、彼のファッションやライフスタイルが、日本のカルチャーを代表する一部として世界に広がっているのです。また、 彼の健康的なライフスタイルや独自の体質に対する関心は、ウェルネスやフィットネスの分野にも影響を及ぼしています。平野が食べる量を増やしても太らない体質を持っているという話は、多くの人々にとって非常に魅力的で、彼のような体を手に入れるためにはどのようなライフスタイルを送ればよいのか、という疑問が生まれています。これにより、彼が取り組んでいる食生活や運動習慣が注目され、 彼のライフスタイルが一種のロールモデルとして広がりを見せています。さらに、平野のメディアでの露出が増えるにつれて、彼の影響力は社会的な面でも拡大しています。彼の発言や行動は、多くの若者たちにとって指針となり、特に日本の若い世代に対して強い影響を与えています。彼が大切にしている価値観や、他者に対する思いやり、そして自分自身を磨くことの重要性を強調する姿勢は、 多くのののファンンンにととっっててインスピレーションとなっているのです彼のような人物が公の場で影響力を持つことは、社会全体にもポジティブな影響を与え、より良い未来を築く一助となるでしょう。また、彼の音楽活動が拡大する中で、平野翔はアーティストとしての成長を続けています。彼が手掛ける楽曲は、彼自身の内面世界を反映しており、リスナーに対して深いメッセージを伝えています。 彼の歌詞には、現代社会に生きる若者たちが共感できるテーマが多く含まれており、彼の音楽を通じて、彼らが自身の感情や考えを表現する手段を見つける手助けとなっています。平野がどのようにしてこのようなメッセージを作り上げているのか、そのプロセスに対する関心も高まっており、彼の音楽制作の背景にある思想や哲学が注目されています。このように、平野紫耀はアイドルとしての枠を超え、ファッション、 健康、社会的影響力、そして音楽という多くの分野で影響を与える存在となっています。彼の活動は単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々の生活や価値観に影響を与える力を持っているのです。これからの彼の活動に対する期待はますます高まり、彼がどのようにして新しい挑戦を乗り越え、さらなる高みへと上り詰めていくのか、目が離せません。また、 彼の成長は一人のアイドルの枠を超え、エンターテインメント業界全体にも新たな基準を提示しています。彼の成功は、他のアーティストやクリエイターたちにも影響を与え、彼の後を多くの若いタレントたちが彼を目標としています。彼の影響力は、世代のエンターテイナーたちにも及び、その存在は業界全体にとっての指標となりつつあります。彼がこれからどのような道を歩むのか、 どのような新しい分野に挑戦していくのか、それを見守るのはファンだけでなく、業界関係者にとっても大きな関心事です。平野翔がこれからのエンターテインメント業界にどのような変革をもたらし、どのようにしてその影響力をさらに拡大していくのか、期待は尽きません。彼の未来は明るく、多くの人々にとって希望となる存在であり続けるでしょう。彼の今後の活動がさらに多くの人々にインスピレーションを与え、 その影響が日本だけでなく、世界中に広がっていくことを信じてやみません。平野翔のこれからの挑戦と成長が、ファンにとって、そして社会全体にとってどのような意味を持つのか、それを考えるだけで胸が高鳴ります。彼の未来に対する期待が、さらに高まるばかりです。また、平野の音楽活動も忘れてはなりません。彼のデビューアルバム、ナンバーワンのリリースが間近に迫り、 全収録曲が公開されるや否や、ファンの期待は一気に高まりました。特に彼がプロデュースした楽曲、ボンや、シンガーソングライターのウンディーがプロデュースを手掛けたソロ曲、透明になりたいは、彼の音楽的才能と表現力がいかに多彩であるかを示しています。このアルバムは、彼のアーティストとしての新たな一面をファンに披露するものとなり、今後のライブツアーでもその魅力を存分に発揮することでしょう。さらに、 彼の音楽活動は彼の個性と深く結びついています。彼がプロデュースする楽曲は、彼自身の経験や感情を反映しており、リスナーに対して強いメッセージを伝えるものです。彼の音楽は、単なるエンターテインメントではなく、彼の人生観や価値観を表現する手段として機能しているのです。これにより、彼の楽曲はファンの心に深く響き、彼との結びつきをさらに強固なものにしています。 このように、平野翔はその外見、体質、そして音楽活動を通じて、非常に多面的な魅力を持つ人物です。彼のファッションや音楽、そして日常のエピソードに至るまで、彼の個性が強く反映されており、それが彼の魅力の源泉となっています。彼のファンとの絆は、これからもますます深まり、彼の活動がさらに広がっていくことでしょう。